課外授業っていうことで、うん、初めて外のロケになる、ね、やっぱり外は気持ちいいなんか本当に羽がついて外に出るのは初めてだったので、うんうん、なんかこの飛べる感じがして本当に飛べる感じ飛んでるんだよみんな、うん、テンション上がっちゃいますね、はい、頑張ります。何調べる？え？いいじゃない。好きなもの調べたまえよ。何なの？せっかくこんなおしゃれなカフェで飲んでる。似合わないな。似合わ。カフェだけにモカッときたね。うまくないよ。うまくないよそんなに。モカッときたよこれは。いやモカッときましたか。え？うん、長年コンビを組んで、うん、カフェ似合わないなんて言われたら、うん、正直ね、うん、カプチーノ。いや悲しいのみたいに言ってっけど。よう分かったな俺も。ハートイメージしながら頑張りたいと思います。今日は選手で初めて外のロケにさせてもらってすごくワクワクしていたし、たくさん勉強させてもらったので今日もありがとうございました。Wi-Fi についてもっと詳しく知れてすごく勉強になりました。ラテアートとか美味しい食べ物を食べれてすごく嬉しかったです。今日もありがとうございました。